野生的な体ででいいたたななっっってちょっと思ったんですねなので食事制限っていうよりかは割と野菜だったりとかフルーツを中心にしたなんかこう脂肪があんまりつかないような食事をとってなんかこう野生の動物みたいな生活をして本当に年齢問わずちょっと小さい男の子たちにはちょっと申し訳ないですけどなかなかお勧めしづらいぐらいの結構あの攻めた写真をかなり足すえっと。 あの選択させていただいて掲載させていただいているのででも本当にあのとにかく本当に自然屋久島の自然が本当に美しくてそこに私が置かせていただくだけでも本当にパワフルな写真になっていましてとにかくあの本当に美しい写真集をあの皆さん一人一人の力あのスタッフさんの一人一人の力 を合わせてあの作り上げてくださった写真集がやっと出来上がったので、あのそれを皆さんに一人でも多くの皆さんにあの手に取っていただければすごく嬉しいなというふうに思ってます。<music> あの私特にそんなにワークあの激しいワークアウトだったりとか運動がそんなに好きではないので、とにかくキス基本動作である歩くこと。 だったりとかあとは食生活っていうものをまず気をつけてあの過ごしていたことが多くてで体形だったりとかそういう体形維持に関して言いますとあのなんか屋久島の,その自然の中に私が置かれた時にどういう感じの自分でいたいかと思った時になんかこうすごい作り込む鍛え方をした体っていうよりかは割と自分の素の自分に近い割とナチュラルな 体型であることと、あとなんかこうすごくワイルドな自然がすごく多いのでなんかこう。野生的な体でいたいなってちょっと思ったんですね。なので、食事制限っていうよりかは割と野菜だったりとか、フルーツを中心にした。なんかこう脂肪があんまりつかないような食事をとって、なんかこう野生の動物みたいな生活をして撮影に臨みました。プパワーアップしてると言いますか？私は。 いろんな意味ですごく成長した自分もなんかこう表情だったりとかその写真のパワーをも,もちろんあのお借りしてると思うんですけどなんか全然前回よりかははるかに超えた自分のお見せできるんじゃないかなと思っておりますすそうですね、はい、1>, 1枚をもうどうしても選んでほしいみたいな感じで言われたらっていうことで、あのー、一応、1枚先ほど選びました。 さっ,きさっき選んだんだですね。さっき選びました、なんか本当に選べなくて、<laughs> ちなみに、こちらですねあ、ごめんなさい。これです。見えますかね、このかなり大きい今回、写真集になってるんですけれども、それをバーンって開いたときに、 一枚になる写真が私の中ですごく好きな一枚でこれ初日に撮った写真なんですけれどもあの結構パラパラ雨が降ってたんですけどこのサンセットの時だけすごい晴れて綺麗な夕日が出たんです、ね、なんかそれが本当私の中ですごく印象的だったのとあの屋久島にすごくなんかこう迎えられてる感じが私の中ですごくして。 なんか飽きてくれてありがとうというかなんかここで写真集撮ってくれてありがとうみたいなあの感じをすごく雰囲気を感じて撮った一枚だったのでとても思い入れがあります。はい。で最後こちらまた、はい、お願いします。はい